リナ間違えてたわ。昨日の日付でやってた配信予定気づきました。え、みんな、あ、明日やるんだなって思った。間違えた。え、みんな来てるってことは分かってた。間違えて明日にしちゃってた配信予定を。やばいんだよね、なんか黄砂と花粉がやばすぎてめっちゃ喉痛くて、大変です本当に。みんな大丈夫ですか？え、鼻声？やっぱり？え、ずっと喉痛めてるんですよ今日の朝から。昨日は大丈夫だったんだけど、割とめっちゃ喉が痛いです。肌ありがとう。今日も宇宙一ありがとう。肌ありがとう。ピカピカスタンプありがとう。めっちゃ清楚。本当ですか？ピカピカありがとうね。明日の7時半にしてた、間違えました。ゲリラになるのかな、一応一応ゲリラです。激川だね、ありがとう。27と29申し込んだ。お、待ってます。龍が制服の目。赤宮おはよう。おはよう、ピカピカありがとう。ハタありがとう。黄砂ひどい、ひどいよね、やばーって思ってた。めっちゃ話す友達と黄砂やばくないみたいな。ハタありがとう。日付まで見てなかったから普通に今日だと思ってた。え、なんか配信始める前に何配信予定を決めた画面が残ってたから見たら4月20って明日じゃねって思ってました。かわいスタンプありがとう。結婚式で10そしてです。ポニーテールリーナがかわいい、ありがとう。ポニーテール、結婚式クリーチ逮捕です。だいぶ花粉自分落ち着いてきた。あ、よかったね。え、全然全然落ち着かないんだけど。え、なんか、え、違うかも、花粉は落ち着いてるかも、黄砂がヒートアップしてる。まだ花粉続いてる。いや、一年中なんですよ、リーナ。ピカピカありがとう。ハートありがとう。21制服の目行きたすぎるけど仕事入ったなり。残念。ピカピカありがとう。涙目？涙目ではないです。多分。目がかゆいのは黄砂の影響。え、花粉と黄砂じゃないですか？私なかなか花粉症の症状が治んない。え、花粉症って治ることあるんですか？日曜雨降りそうだから空気きれいになる。え、そんなことあるの？雨降ったら空気きれいになるんですか？今日もお顔見えてハッピーハッピーハッピーはい、それはありがとうございます。23の制服の目当たった。おおめでとう、待ってます。27と29もね会えるから、ピカピカありがとう。昔黄砂に吹かれてと言いたかった。そんな昔から黄砂ってあったんだ。
今適当にテレビ見ながら可愛いあんたを見てる集中しなさい。え、今日の金曜ロードが楽しみすぎる。ハートありがとう。咳は大丈夫です。そう、声やばいよね。喉がやられましたピカピカありがとう。顔もう大丈夫そう。いいな。うるうる目もかわいい。うるうるしてます。何だめなのかな、ちょっとわかんない。やはり赤みゃんかわいすぎるありがとう。どんどんあだ名変わってくじゃん。年々花粉症の症状で憎くなってる。そんなことあるんだ。いや、年々出てます、出やすくなってます。おばありがとう。今日コナン、そうサブマリンです、大傑作。でもリナの推しがあんまいない。やっと制服の絵が見える、プラス生誕以来にリナ見える。おお、めっちゃいいですね。27の手綱申し込んだ、待ってます。当たってね、みんな。歌唱力までに収まると、確かに。ちょっと交差お願いします最悪じゃんそれ。ハートありがとう。金曜ロードでコナン、コナンです。21制服の目楽しみしてるよ、待ってます。結婚式の日、逮捕です。サイリンもありがとう。どんどん読み方変わってくじゃん。それな、そうめっちゃ思ってた活躍必要、ありがとう。あ、こちらこそ、見てください。サイリンもありがとう。カズハちゃんでしたっけ、推し。いや、めっちゃなんか推しというより推し候補的なやつなんですけど、キッドとカズハちゃんとヘイジとコナン、その子も割と好きって感じですね。でも今回サブマリン出るのが、出ないのが、カズハちゃんとヘイジとか出なくて、キッドも出ない、アムロさんとか赤井さんとかが出てくる。逆にこれで家族公演行けないのが残念。家族サービス頑張る。家族サービスって何ですか。健康診断でなぜか身長が2センチも縮んだ。そんなことあるの。髪のボリュームが減ったんじゃないですか。仲良ぴでダイスしな、証拠だよすごいすごい文そうですね。声が枯れてるので、チビリーナがハスキーボイスだったのが分かる気がする。分かります声枯れてたら分かります。ハイバラ好き。あー、ハイバラね、クールですよね。今年歌唱にメリハリつけたら決勝いけそうな。メリハリ、ピカピカありがとう。公演出演が増えてきて、で鉄なも出れるようになった。まあ出てたんだけど、昨日じゃない、この前がもう4ヶ月ぶりだったから、定期的にね出れたらいいですね。大人の対応あざす大人なんで。かわいい、ありがとう。タイリーもありがとう。27の鉄な同期いるね、思った、めっちゃ多い。めっちゃキョッピー、リーナ、クルミ、サク、お疲れスタンプありがとう。そう、4人もいる。逆になんで前回あんなに少なかったのか。まあでも普段キョッピーとかがいなか いたら話せない、サーヤさんとかと話せたからよかったかな、それは。キョッピーいたらね泣いちゃうんで。砂出るんだ、投げようかな。27日です、日曜日かな。めっちゃ倍率高そう、待ってます。ゆうかさんとひろがトークできた。ゆうかさん好きなんですか。全然してなかった。そうなんだ。
今回はキョッピーがサーヤを独り占め。そうですよ、サーヤさん。あ、カワチありがとう。24の手綱よりこっち当選したかった。あ、24いないですもん。リーナいないですもん。オンパありがとう。プリマの通称レミエすぎるその文法は何なんですか。たっぷり補給していく。アリーナ補給頑張ってみんな。27もさやさんいる結構。え、でもあゆかさんとかがいないよね。逆にアニメトークでさやさんを独り占め。え、なんかさ、あれウィンドブレーカーっていうアニメなんかがあるらしいんですけど、なんか気になってる。おじ構文かけるオリジナリティの文だよ。あれおじ構文だったんだ気づかなかった。ミョンみたいなやつ使うんですね、おじ構文って面白い。6月22日のアクシトーク追加した。お、5月も会いに来てくれてもいいんですよ。23日後方なのでリーナ祭ブンブン振ります。ブンブン振っちゃってください。どんなアニメ、え、わかんない、全然知らないけど、すごい何流行りそうな予感がしてるから見てみたいなっていう。メンバー確認しました。27申し込みます。メンバー次第なのね。27日サーヤさんをキョウちゃんと両方で手をつないで引っ張り合いしそう。もうあれじゃないですか、何私のために喧嘩しないでみたいな。ヤンキー系アニメ気になる。いや、わかんない、全然内容知らない最近変な面にハマってるんだ。あ、そのだがカタカナの漢字を自公文ですね面白い。札幌で今年2回目の桜満開。今年2回目。あ、そういうこと。札幌はちょっと桜満開が遅めだから2回目見れるってことね。え、いいな。ピカピカありがとう。普段優等生だからそういうアニメを好むかにゃ。あ、逆に。でもほんの優等生ですよ私。23日2列9番です。あ、結構前じゃないですか。楽しんでください。27日ワンコローって叫んだ瞬間キョッピーがめっちゃ嫉妬しそう。いや、そうなんですよね。コメント拾われるたびにおもろいって言ってくれるのがおもろいいや、なんかおもろい。コメント見ると何、笑顔になります。あれスクショタイム撮るのでリクエストください。何でも、クマでも、ま、オンリーワンとかでも何でも。金曜日制服の目楽しかった。お、あ、現地で見てくれたよね。だよね。どうでしたか、ユニットとか。通路側だから視界クリア。あ、確かに横いないもんね。いいですね、視界クリアなのいいよね。リーナの笑顔を守りたいのだ。そっちのタイなんでボクシングも絵文字ついてるけど、タイってボクシング有名なんですか。おもろいコメントできるように勉強します。頑張れ。ハートありがとう。オンリーワンポーズ。うん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 。なんかリボンつけてるのにあんま見えないな。うん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 。オッケー。1週間お疲れ様でしたポーズ。うん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 。お茶です。なんかお疲れ様ってなんかお茶って感じしないハートありがとう。明日から頑張るぞポーズ。うん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 。オッケー。ポニーテールしてる、してるよ。リボンポニーテールしてます。この前さ外出てたんですけど、めっちゃね褒めてもらえた。
ワンコブシとオコリーナ。オッケー。制服の目。いい感じ。カーキンポーズ。花の金曜日。ガッツポーズです。コナン見ろよポーズ。コナンね、メガネ見ろよってポーズです。スクショタイムが可愛すぎる。ありがとう。ムエタイのボクシング、ムエタイ、わかんないですね。でもタイでボクシング見に行ったことある、いい回だけ。お酒じゃなかった、お茶です。え、なんかお茶のイメージある。お疲れ様ですって。49日連続、そうなんだ。でも明日と明後日できなそうですね。今日はみんな早く寝よう坊主。え、コナン見てよ、コナン見てほしいんですけど。じゃあ早く寝ないでポーズする。早く寝ようポーズはこんなんだよ。でも目が開きで寝ないでねってポーズです。ツーショット会のポーズ何しよう。えりな割とさ、ツーショット会の前とかにおすすめポーズみたいなのメールに書いてるので、ぜひ参考に。サブマリンポーズ。え、サブマリンってどういうやつですか。え、なんかさ、海に影みたいなか やつだよね。海、魚に影みたいなさ。え、サブマリンって何ですか。何ですか、ちょっと意味を教えてほしい。お疲れ様ってお茶の絵文字使ってる。え、だよね、そのイメージがあったりなも。縫いが待ちきれないポーズ。え、ちび縫いですか。え、待ちきれないんだけど本当に。27日鉄の半年ぶり投げようかと試案中。え、予定空いてるならぜひ来てください。お疲れ、ピカピカありがとう。水筒よポーズ。水筒よ。昔水筒持って水筒よって言ってたのを思い出しました。タイに行ったことないから行ってみたい。行きな。ムエタイキックボクシング。ムエタイって言うんだ、知らなかった。一つ賢くなりました。リボンでポニーって大好物です。エリナも大好物です。ピカピカありがとう。真実はいつも一つポーズ。いいですね。あの映画のさ、真実はいつも一つみたいなやつがめっちゃ良かったんですよね。毎日配信してる先輩は明日明後日どうしてるんだろう。チケットあるんじゃないですか。明日ミッドナイトが待ってる。リーナ出ませんよ。なんで、なんで応募してるんですか。コナン録画してるするのでその時間ゲーム。え、絶対リアタイして。潜水艦って意味なんだ、むず。え、なんか潜水艦でさ、透明のガラスあるじゃん、なんかちょっと張ってるやつ、あれなんかこうやってやりたい。からやりました。22日か公演、飲み会ら行きます。お、ありがとうございます。ピカピカありがとう。中学生ですか。 JK です、私 FJK。 あんまり年下に見られることないんですけど。胸に手を当てた時に風がファサーってなって変な分にするの忘れたね、忘れてた。まあそれぐらい可愛かったと受け止めます。ほら、ありがとう。リナに思いっきり蹴られてみたい。痛いですよ。コナン見るの困難です。いやいやいや、困難とか言ってる場合じゃないですよ。
21は2列目、23は5列目。めっちゃ前じゃん。全力のコールで終わり。おめでとうございます。コール待ってます。ピッチャーのこともサブマリン、いろんなサブマリンがあるんですね。そういえば何日か前にゆねちゃんのメールに狼リーナとのツーショットが載ってたとか風の噂で聞いた。風の噂聞きすぎじゃないですか。早いですね。直近の風の噂ですね。すごく。来週娘と旅行行くけど雨降りそうで、雨女と雨男の責任で揉めてる。それで揉めてるんですか今。めっちゃ可愛い揉め事じゃないですかそれ。リーダーコール全力でかけます。待ってます。ミッドナイトがあるなら若いメンバー集めて早朝公演。ちょっと起きれるか分かんない。ハートありがとう。ティンゼリトメ、分かんない、分かんないです。笑顔だけで売れる、本当？売れますか。北海道勤労放送祭なので、嘘、そういうね細かな嘘が大きな嘘になってくんですよ。下手投げのピッチャー、こういうこと？雨女それとも晴れ女？エリナ曇り、割と黒みじゃない、曇りなんですよね。なんか雨でもないし晴れでもないし曇り。雨降ってることあんまないかも、大事な日とかに。でも正直わかんないよね、修学旅行とかでさ晴れたとしてもさ、いろんな生徒がいるわけじゃんね。だから自分の力かわかんないじゃん。明日から広島行ってきます。お好み焼き楽しみ。いいな、連れてってください。仕事放棄。リーナの笑顔しか勝たん。ありがとうくん。曇り女って新しい、初めて聞いたでしょ。曇り女、人類初曇り女です私。黒みじゃない、間違えた。黒み女。てか今日もマイメロに投票よろしくお願いします。絶対に1位にしよう。でもなんかね、風の噂で聞いたのは今年はねキティちゃんが勢いあるらしいです。頑張りましょう、負けないように。あんなに可愛いんですよマイメロ。卒業式雪だった。ね、前も言ってた、22日ギリギリまでトレードにかける。トレード大事だからね、みんなトレード当たった時嬉しいよね。可愛すぎ、ありがとう。ポチャコてんてんね、ポチャコ1位だったからさ、みんなが頑張ってくれるよ。修学旅行雨か雪だった。完全にそれ雨男じゃないですか。雪も雨でしょ、凍った雨でしょ。みんなが言うことは絶対そうですよ、絶対に前めのです。皆さん、あら終わり、そうです、終わりです。明日はできるか分かんないです。だからもしかしたら今日毎日配信最後の日かもしれないんですけど、まあね、毎日楽しかったです。分かんないけど。21日公演、東京からうちはペンライト持ってく。お、ホテルなのかな。やばい、もう20時だ。チケットある？チケットないんですよね。ということで今日は配信終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ちょっとね、配信予定時間を明日の日付にしてて、ゲリラ的な感じになったんですけど、見に来てくれてありがとうございました。じゃあ終わります。皆さんサブマリン見てください。早起きも頑張りましょう。